ヤマハディバージョンとは、ヤマハ発動機が製造、販売している、スポーツツアラータイプのオートバイ。シリーズ車種として、排気量別に、数車種が製造されていた。2009年現在は 600cc の XJ6 ディバージョン、XJ6 ディバージョン回、および、XJ6N が、日本国外輸出向けに生産されている。ディバージョンシリーズ最初の車種である、ディバージョン四百は、 ウィンドツアラーの愛称とともに1991年に発表された。搭載されたエンジンはシリンダーを35度前傾させたクー DOHC2 バルブ直列4気筒。ダウンドラフト式のキャブレターを採用し、ストレートな吸気を実現している。また、あえてロングストロークを採用。最高出力は 42PS、最大トルクは 3.5kgm と控えめでは、 あったが、フラットなトルク特性を引き出し、日常でのスポーツ走行には十分な性能は発揮していた。また、高速長時間ツーリングでの疲労を軽減するべく、風の流れを考慮したフレームマウントのカウル、グラブバー、オプションのセンタースタンドなどの各種装備は、日常での使用からロングツーリングまでの使い勝手を重視したものであった。しかし、コンセプトが、 日本のライダー全般に受け入れられたとは言い難く、人気車種となることはなかった。あとに 400cc クラスの空冷直列4、気筒エンジンは、サイド新開発され、ネイキッドの XJR400 シリーズへと受け継がれている。1996年式セカツーィバージョン600は、日本国内でディバージョン400が発売されると同時に、日本国外への輸出が開始された。 ディバージョンの名は主に欧州での名称であり、北米ではセカ2の名称が与えられていた。1992年には日本国内でも販売が開始された。なお、最高出力は 61PS、最大トルクは 5.4kgm となっていた。また、欧州向けにはアッパーカウルを外して丸め一等式のヘッドライトを採用したネイキッドモデル。 XJ600N もラインナップされていた。ディバージョン900は主に欧州市場にのみ輸出されており、北米市場での展開はなかった。また、この車種のみ、シャフトドライブが採用されていた。XJ6 ディバージョンのネイキッド仕様である、XJ6N ディバージョンシリーズの最新作である、XJ6 ディバージョンは2008年に発表され、2009年2月より、 欧州市場への輸出が開始された。空冷エンジンを採用していた蒸気3車種とは異なり、FZ6 のものをベースにシリンダーヘッド、クランクケース、吸排気系統を一新した水冷 DOHC16 バルブ直列4、気筒エンジンを搭載。最高出力、最大トルクは、それぞれ 57kW59.7 ナノメートルとなっており、 FZ6 よりも中低速域でのトルク重視の設定となった。また燃料供給方式もキャブレターからフューエルインジェクションとなっている。また ABS を装備した車種も併売されている。また、XJ6 ディバージョンをベースにアッパーカウルを装備しないネイキッドモデルの XJ6N もラインナップされている。2010年モデルとして、 フルカウルを装備した XJ6 ディバージョン F が追加されている。ありがとうございます。